はい、エミリさん。平川亮選手ピット対応用意されております。以上です。でも今25秒5で走りました。ちょっと絞り出しましたね、はい、これすごいタイムやと思いますね。今日は20番手からのスタートの平川亮、だから最後の最後のタイヤを使い切ったぐらいのとこじゃないですか、これ平川選手。やはり獣医さん、こういったところはさすがのこう経験値、そして実力ですね。26秒下がったと思ったらまだ25秒そうですね上げてきてるんですね、はい、まだマネジメントの中でタイヤと車のギリギリで走ってて、最後もピットって決まった瞬間にもうタイヤの限界の外のヘブンの領域を使ってるんですね、まあ、そういうことができるドライバーとドライバーじゃないので、でですね、やっぱり勝率が変わってくるんですね。ヘブン天国です。天国ですね。はい、清水さんが思わずヘブンとつぶやきましたけど、さっとかっこよく言ったつもりなんですけど、こう聞き直されるとちょっと恥ずかしいところがあります。お疲れ様です。お疲れ様です。平川選手が20何周とかまでピットに入らないのは、まあ、タイムをキープして走ってるようなんですけど、うん、実況がタイヤマネジメントがすごいみたいな話をしてるんですが、これってどういうことなんですか？単純にタイヤを持たせられるかどうかというのは、ドライバーの走らせ方っていうのが一番大きなキーになっていると思います。リア駆動でスーパーフォーミュラの場合はリアタイヤから落ちてくる摩耗をしてしまうっていうのが、まあ、一般的なんですけど、まあ、平川選手の場合は比較的フロントタイヤを使って走る、まあ、リアタイヤを少し温存しながら走らせることができるっていうのが一つ強みなのかと思うんですけど、逆にこうリア荷重でしっかりリアにトラクションかけながら走らせたい、コーナリングしたいっていうドライバーなんかもいたりして、オンボード映像 SF5 で見ていただくとすごく分かりやすいと思うんですけど、ハンドルを切る角度だったりブレーキをどこまで残しているか、ハンドルのどの角度で踏み始めるかっていう、そういうミリ単位かもしれないけれど、そこの操作の違いでタイヤがどれだけ持つかっていうのが40周でも走れば大きく変わってくるというところなんですね。あとは車のセッティング、決勝の場合は長いレースを最終的に走り切った時にいかに速いかっていうことなので、一発勝負じゃないっていうところでセッティングが変わってくる。それはタイヤを守るっていうセッティングにもつながってくるのが決勝のセッティングかなというところです。走っている中でも、あ、リアタイヤ落ちてきた時はまた少し走らせ方を変えてフロント側を使うような走りをしてみたり、今度フロントが曲がらなくなってアンダーになってきたってなると、今度リア側をしっかり使って走らせてみたりっていう、ワンレースの中でもいろんな走らせ方をやっている。オンボードで見ても見えない部分も含めてドライバーたちは細かい操作をしながらレースを戦っているというところです。同じチームメイトで、まあ、ある程度似たようなセッティングの車で走っていたとしても全然違う走らせ方をしているので、ぜひそこはオンボードを注目してほしいところです。